クペレ人、ペレ、グエルツは、西アフリカに住む、マンデ族の農耕民族。クペレとは、形容詞として用いられる語で、彼らが働き者であるところから、米の栽培をする、労働のを意味する。クペレは、リベリア最大の民族集団で、ギニア南部でも、大きな民族集団の一つである。コートジボワールでは、北部と西部に、重要な民族集団として存在し、 また、シエラレオーネにも住んでいる。彼らの居住地は、湿地、丘、低地帯や川である。5月から10月までは、雨季で180から300センチメートルの降雨量を見る。最低気温は摂氏19度で、年平均気温は摂氏36度である。北部ではいくつも市が開かれ、多種多様な農産物、魚類の交易が行われているが、南部では小さな村、 小集落があるに過ぎない。農耕を生活手段とし米、トウモロコシ、キャッサバ、サツマイモを主食としている。生産して余った米は、商品作物として、現金収入に充てている。赤坂県、ペレ、世界民族辞典605ページシーハット、ザエンサイクロペディアオブワールドカルチャーズ、UCLA.edu、2012年12月18日、閲覧。 赤坂県二千道書、605ページ CE ハット、The Encyclopedia of World c u l t u r e c l a e d u 2012年12月18日、閲覧。インスイクロープディアブリタニカオンラインライブラリーエディション、library.eb.com、2012年1月31日閲覧。ありがとうございます。